ブライアン・ハリスブライアン・ハリスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州セントピーターズバーグ出身。ブライアン・リーのリングネームで知られ、主にヒールのポジションで活動。ロン・ハリスとドン・ハリスのハリスツインズはいとこにあたる。1988年、テネシー州メンフィスのクアにてデビュー。ロバート・フラーのパートナーとなって活動し、1989年6月23日には、 当時、クアと提携していたテキサス州ダラスのホクアにて、ジェフ・ジャレットミルマス・カラスから、ホクア世界タク王座を奪取。クアとホクアの合併で設立された、新団体アスアニも参戦し、同年12月1日に、ジャレットマット・ボーンを破りアスア世界タク王座にも退官した。1992年より、ジム・コルネットの主催する、スモーキー・マウンテン・レスリングに参戦。 プライムタイムブライアンリーを名乗り、5月22日にトーナメント決勝でポールオーンドオフを下して、SMW ヘビー級王座の初代チャンピオンとなった。同年11月、ゴーリューバが旗揚げしたオリエンタルプロレスに来日している。SMW では、TBO 王座も1993年4月に、ボビー・イートンからダッシュ。また、タミー・リン・シッチをマネージャーに、クリス・キャンディードと、 タッグチームを結成、ロックンロールエクスプレスを相手に SMW タッグ王座を争った。1994年、テッドデビアスが差し向けたジ・アンダーテイカーの偽物、イー・ビル・アンダーテイカーとして WWF に登場。同年8月29日のサマースラムのメインイベントでは本家アンダーテイカーとシングルマッチで対戦した。なお、アンダーテイカーとは、私生活では、 親友の間柄であり、アンダーテイカーの結婚式では、彼のベストマンを務めている。1995年より、フルスのアスを経て、イカップリングウィズに参戦。ブルドーザーブライアンリーを名乗って、レーベンのボディーガードとなり、トミードリーマー、サンドマン、テリー・ファンクラとハードコアレスリングを展開した。1996年11月16日の、 PPV ノーベンバーツーリメンバーでは、シェーン・ダグラスと組、メインイベントで、ファンクドリーマーと対戦している。1997年、クラッシュが結成したバイカー集団、ディサイプルズ・オブ・アポカリプスのメンバー、チェインズとして WWF に再登場。いとこのハリス・ツインズも8ボールを呼び、スカルと名乗って DOA に加入し、 ファルーク率いるネーション・オブ・ドミネーションやサビオベが率いるロスボリクアスとの軍団構想を繰り広げた。その後はインディー団体への転戦を経て2002年よりティエネに登場。悪徳マネージャーのファーザー・ジェームズ・ミッチェルが組織するディサイプルズ・オブ・ザ・ニュー・チャーチに加入し、スラッシュことケリー・ウルフと組んで11月13日にアメリカズ・イモスト・ウォンテッドから NWA 世界タッグ王座をダッシュした。ティエネには2003年7月まで在籍し、以降はセミリタイヤして時折、インディー団体に参戦。2005年2月には、かつて主戦場としていたテネシー州のテネシーマウンテンレスリングに出場した。ありがとうございます。